音からですね、一からあの全部手作りした作品というものを作っております。今日はその作品2つを、皆さんの前で、ご披露させていただきたいと思います。八王子市体操連盟ダンス部キュービックエスザスーパースペシャルスターズです。僕たち6年生男3人衆は2月25日に行われたダンスサミットインジャパン2018に出場してきました。高尾山天狗伝説の一つ天狗林をテーマに音、振り、構成を全て一から手作りしたオリジナル作品です。僕たちはダンスが好きです。この作品が大好きです。その思いをこの作品とともにお届けしたいと思います。天狗林や Z よろしくお願いします。ゆいちゃんの桜ドクター小犬に捧ぐ。私たちみんなでこの作品を作りました。ダンスはもちろんみんなの気持ちがこもった詩もお楽しみください。気をつけでよろしくお願いします。タク後のドイツ・ブリーツェンで多くの人々の命を救い亡くなりました。桜、切なく待ってあなたを思う。桜、遥か彼方のあなたに届け。桜、命の叫び、静かな息づき、あなたの救いは今につながっている。桜、諦めないと強い気持ちで。あなたを慕い、誓う、歩き続けると。桜、勇気の花よ、絆の花、希望と愛。
う一度日本の桜が見たいと言って亡くなった悲しみを私たちは忘れない。ドクター小犬マン、見えますか？日本の桜、ブリーチェンの桜、僕たちの桜、平和への祈り、大いなる夢を乗せ前よ桜。営業を後世に伝える会の、塚本海子さんが今日見に来てくださったのでちょっとご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドクター小犬の営業を後世に伝える会というのをやっております塚本海子と申します。素晴らしい桜、公園には桜が落ちてしまいましたけれども見事に桜を咲かせてくださいました。ドクター小犬、小犬の仏具博士はドイツブリーチェン市で多くの方の命を救ってご自分も37歳の若さで伝染病に感染して亡くなってしまいました。そのことを私たち八王子の市には誰も知らないので私はそれを皆さんに知っていただきたいという活動をしております。ブリーチェン市では名誉市民になっております。そして全部の小中学生高校生大人のことをみんな知っているんですね。ぜひ
これを八王子に皆さんに知っていただきたいと思いましたら、キュービックスの皆さんがこのお話を創作ダンスになさるというんですね。こんな話をダンスにできるのかなと私は本当にびっくりいたしました。でも一人一人が勉強されて全部調べてくださって、小さいお子さんも皆さんドクター小沼のことを心から知って、皆さんで創作ダンスを作ってくださったんですね。本当に見事にドクター小沼が桜を見たいと言って亡くなったその思いを汲んでくださって、素晴らしいダンスにしてくださいました。きっと今日はこの片倉にドクター小沼の魂が来て見てくださってると思います。本当にありがとうございました。自分で作ったんですか？あ、全員で作りました。全員で考えて、はい、曲は私が作ったんですけど、はい、構成とか振りとか、はいはい、全員が関わって、はい、作ってます。このグループの名前はキュービック S です。キュービック S です、はい、でお名前は、伊坂君江と申します。はい、でみんな八王子お住まいですか？あ、そうですね、全員八王子だね。はい、何年間このグループ何年間？丸3年です。あ、そうですか。丸3年です。4月で4年目に入ります。あ、そうですか。はい、中学都市になった年から、はい、結成して、はい、やってます。わ、すごい、はい、で、みんなピンクと紫、春の色で、はい、もしかしてで桜持ってて、 それイメージあるんですか？そうですね、日本の桜とフリーチェーンに送られた桜と、はい、はい、でこのドクター小沼に、うん、見てほしいなって思って、私たちの、はい、この感動してる思いを、ね、はい、やっぱりすごい感動したのはね、やっぱりダクター小沼が最後にどうしても桜みたいのイメージがすごい伝えました。はい、なんかすごい感動しました。塚本さんもすごい感動しましたと思いますね。はい、なんかプリツンの方に何か伝えたいことあるんですか？プリテンの人に伝えたいことありますかって。もしお友達。日本のことを見守ってくれてありがとう。日本のことを見守ってくれてありがとうございますって。うん、友好都市になったからね。うん、行ってみたいね。行ってみたい。ぜひ。あそこで会おう。はい。フリツに行ってみたい人。はい。行ってみたい。ぜひね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。